おはようございます。簡単マイコン教室、おちゃん先生の踊りです。月火水ですね。月火水はマイクロビットを使った JavaScript と Python のプログラムをやってるんですが、今日は水曜日になるので Python のプログラムをやってみようと思います。と今週はと月曜日にコンパスですね。方位磁石を作って、えー、それから昨日はルーレットを作ってっていうので、えー、方位磁石はちょうど if 分のいい例題になるなっていうのと、 でルーレットは、まあ、みんな大体どういうものかって知ってるので、まあ、それを動かしてみました。これ、まあ、それぞれきちっと動いて、えー、面白かったです。特に昨日は、まあ、あの詩をどんどん書き加えていく <laughs> まあ誰でもやってるんだと思いますから私なりには初めてこう改めて以下の要件で作り直してくださいっていうので気になるところをどんどん要件をバージョンアップしていけばどんどんそれっぽくなってきたという感じになってますでそれぞれのプログラムはコピーペーストで貼り付ければいいし昨日の動画にもリンクを貼ってありますということで今日はそのコードを python コードにしてもらいましょうということで、この続き、ちゃんと答えてくれますかねこの続きに、では、この、で、その、朝からちょっとチームズがうるさいですが、そのコードのコードを Python、うんと、マイクロビットで実行可能なって書いておきましょうか。 の Python エディターで起動で実行できるにしますか実行できる Python コードに変換してください このキーフレーズっていうか、この呪文というのか、このプロンプトっていうのか、まあこれを使い回しできそうなので、これコピーしておいていったん。今日は、あ、機嫌よく動いてくれましたね。っていうことで、なんかやってくれてる間にと、ルーレットの方も同じようにここに貼り付けて、はい、動いてもらいましょう。こっちも動いてくれてますね。 はい、で方位磁石の。切り替えると止まるのか。途中で止まってますよね、これね。ってことは、こっちも止まっちゃってるのかああふた。2人は使えないみたいですね。じゃあ、1人ずつお願いしましょう。これをもう一回。 で、Python エディターのコードですということで、これを貼っている間に、じゃあいつものようにマイクロビットのサイトに行ってエディターを立ち上げましょう。はい。ちょっと音が鳴りますが気にしないでください。で、このコードに貼って、で、このコードは私のと GitHub で公開していて、えー、その URL は 動画の概要欄に貼るようにしてますので、そこを見てもらったらと思います。はい。Python にしたら、まあ、マイクロビットインポートで、あと、標準の構造もそう変わらないけど、関数定義にしてるみたいですね。ここの def 小ディレクションということで、ヘディングのデータを受け取って、で、小ディスプレイで、えー 関数にしてあって、こちらは true で、A が押されてれば、コンパスの値を取って、小ディレクションを呼び出すと。B ボタンだと画面を消すと。ここを関数化して呼び出すっていうか構造で書かれてるみたいです。これを取って、貼り付けて、ちょっと実機ではちょっと実行しないんですが、これで動きますかね。 ここ、これタッチセンサーですね。角度、これコンパスですかね。これコンパス、今0度にしておいて、ピッて押すと N になります。で、180度ぐらいで押すと、東ですね。180度超えたこれ南にが出ると思います。で、この辺りで西かな。で、また360度近くになると、 n に戻るということでちゃんとプログラムになってますでこれを保存してこれはコンパスとしていきますコンパスファイトはいこれでヘックスファイルで保存しても開けるのかなとスクリプト保存こっちですねこっち こを保存しておいて、これを公開しようと思います。はい。で、今度はこれをもう一回コピーして、チャット GPT もちゃんとできてますね。2つ3つ同時には走らないようになってるみたいです。昨日のルーレットに戻して、あ、これでいいのか。セーブサブミット。もう一度実行してくださいと。はい。今度はもう環境は用意してあるので、 見ていきましょう。インポート、ランダムもインポートしてます。で、えー、リスト構造は、カギカッコの丸カッコみたいな構造で定義するみたいですね。基本的にはそれ以外大きく変わってないと思います。で、えー、関数を作ってますね。これはボタンが押されたらっていう関数で、グローバル変数をいくつか定義して、えー、回転してなければ、うん で、B ボタンが押されたらグローバル変数のスローダウンを true にすると。Def の A ボタンが押されたら回って。で、ランダムチョイス。こんなのができるのか。true か f a イルを出して true だと1。で、こっちは反転。スローダウンはしないですよ。A ボタンを押されてますからね。ローテーションしてるときは true ですよ。と。で、ディスプレイショーは ディレイが200秒で消しますよってことですかね。こんな風に、んと拡張しというか、オプションもついてます。で、A ボタンが押されてれば関数呼び出すと。B ボタンが押されてれば B ボタンの関数を呼び出すと。で、ワイルトゥルーだから、ここはずっと回ってるんですね。で、ここで回ってれば、描画のプログラム、 で、スローダウンがトゥルーだったらだんだん遅くなる。で、うん。で、スローダウンがトゥルーなので、これでだんだんトゥルーの間増となっていて、で、とカーレントスピードが300より小さいだここだので、大きくなるとフェイルになって、今度はここに入らなくなると。と、まあ、ここもなんか面白い不分の勉強にはなってますね。 えー、あとこのポジションこのリストからこのカーレントポジションっていうのはこれの何番目かっていうのを割り出してそれで割り出したペアから xy を引っ張り出してでその xy でピクセルで9の明るさで書くとでここ割とシンプルになってますねと0から16ということで カーレントポジションを一つずつ、このディレクション、これを回転方向を一分ずつ足して何箇所目かっていうのを順番に見ると。うん、ちゃんとこれで動きそうな気がしますね。特にエラーにはならず、コピーをして、ここで、これを消して、貼り付けて、で、実行すると、うん。 ルーレットと表示されて A ボタンを押すとびっくりマークがついて回り出すと。で B ボタンを押すと止まってくれると。で今度は逆回りになりました。この回るのは、正点逆点はラン,ランダムです。で回ってる最中は A ボタンを押しても受け付けなくて B ボタンで止まったら また回る今同じ方向に回りましたね。っていう風になっています、うん。これを大きくすると画面大きくなるので面白そうですね。で、ここで A ボタンを押すこともできます。B ボタンを押したりと、うん。で、これで Python エディターで動きが確認できれば保存で Python コード スクリプト保存。これじゃなくて名前変えておかないといけないですよね。名前を編集で、今度はこれはルーレットですよね。ルーレットパイと。で、名前を変えて、Python スクリプトを保存と。で、これ GitHub に公開しておくので、使いたい方は、 使いたい方は、動画の概要欄を見ていただくということで、お願いしますあ。私の顔邪魔だったかもしれません。すいません。もう一回やっておきましょうか。私の顔が邪魔なので、これぐらい大きくすれば、いけますかで、実行。で、A ボタンを押すと、ああ、これルーレットで出てる間は A ボタンを押しても動かないみたいですね。押したの覚えてるのかないきなり回り始めますかね いきなり回り始めましたね。入力は覚えてるみたいですね。で、止めて、止まると。うん。一回分しか覚えてないみたいです。で、このようになります。はい。いかがだったでしょうか。はい。今日は、月曜日と火曜日に作った JavaScript のプログラムをそのまま Python コードにしてくださいということで、プログラムを Python コードに置き換えて、ほぼエラーなくちゃんと置き換えてくれますよね。で、置き換えたものを、 をを見て構造を知るとで少し構造も変わってて関数として呼び出したりとかするのでな,なんか単純な置き換えじゃなくてちゃんと理解して <laughs> 咀嚼してというか関数割り当てて作り直したりとかしてるみたいなのでなかなかチャット GPT も,も大したもんだなということでなんかしっかり教えられてる気分がするんですがまああの。 いいいいんじゃないかなかと思いますちょうど明日,明日というか、あ録画しているのは火曜日で、まあ、この公開されるのが水曜日で、水曜日に1年生対象の実験をやるんですが、明日はあの人工知能の説明するんですね。で去年と同じスライドじゃ、ちょっと今年は面白くないだろうということで、えー、明日はちょっとチャット GPT の話も、GPT の話というよりか仕組みですよね。 えー、生成型 AI の話を学生さんにしようかなということで、現在準備中です。まあ、その内容も、そうですね、動画にとって意味がありそうであれば、あまあ、一度、録画してちょっと番外編で公開してもいいかななんて思っています。はい 今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは毎朝朝6時に、月火水はマイクロビットを使った JavaScript と Python の勉強を ChatGPT でやってます。木金土は WebVR ですね。a フレームっていう、これもまた JavaScript を使うんですが、その言語で WebVR のプログラムを、これも ChatGPT と,と一緒に作っています。もしよかったらですね、チャンネル登録していただいて、毎日、毎朝、 見ていただければと思います今日もご視聴ありがとうございました